まあ田辺作郎琵琶湖疎水で田辺作郎って言ったら、まあ、大体ここの風景が撮られる、ね、かだからまあこれがかなり田辺作郎のイメージだ ね、 あ、いやいつもね全然関係ないけど土木技術者って、うん、イラストで描いた時に何を手にも出したら土木技術者に見えるかっていう、ああなるほどね、あっていうの図面っていうのはあるんやけど、なるほどね、うん、あんまりとんがっちゃうでしょ、ヘルメットでもない、うんうん、まあ、まあヘルメットはまああるけど、なるほどな、とんがっちはまあどちらかというと技能者っぽい、ああ確かにね、技術者っていうとちょっと違う感じ、確かにね、まあ、そういう意味ではまあまあよう考えてある、うんうん、になるけど、なるほどね、うん、ちょっと若いしね、うん、これいくつぐらいかな、これはでもあれ、まあ、イメージとしては少なくともだから琵琶湖疎水を作った時のイメージだった、うん、あの横にある木、うんうん、あれは還暦祝い、ああそうなんだ、えら、うん、い差というか、工学博士、そうですね、うん、田辺作郎、うん、気候いいね、気これはだからその裏にこういろいろ書いてあるけど、まあ田辺作郎の大正12年って書いてあるから、はい、還暦やと思うな、ほんで実際はもともと初めはここになくて、うん、今でいう鴨川デルタ、はいはいはい、あこの高野川と鴨川の、はい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 、ちょうどあの切っ先線先、はい、あっこの前に立ったんですよ、これあっこで起工式とかやられてて、ああそうなんだ、だからそういう意味では持ってきたここまで、いやよう持ってきたなと思って、あ結構でかいよね、うん、でこれはどこが作ったの？これはだから京都府知事とか書いてあるから、だからあのやっぱ京都市京都府がだからそのお祝いをしましたっていう、うん、すごいね、そうやっぱり、まあ、それだけ、まあもちろん琵琶湖疎水はまだ学生の頃やったけど、まあその後もずっと京都にね、まあそうですよね、うん、そりゃそうか、うん、なるほど、まあ、また後でも行くからあれやけど、はい、だここにもちゃんとこう田辺橋とか、ね、はいはいはい、最後の最後に、うん、もうじゃあ晩年ですね、うん、ずっとお住まいは京都だったんでしたっけ、ずっと住まいは京都で、田辺作郎が土木学会の会長になる時、あ当時土木学会の会長はいなきゃいけないんだ、いなきゃいけない、はいはいはい、その時にあの東京の家を作って、なるほどなるほど、今だからお孫さんは、うん、東京のお孫さんはそこに、ああね、うん、そういうことね、東京田辺家的な、そうそうそう、